なんかこの辺の猫なんか人懐っこくてね、なんか3匹ぐらい見たんですけど、めっちゃ可愛い。この猫ちゃんずーっとここにおる。可愛い。ワンちゃんも泣いてるし、めっちゃ人懐っこいの、全然ビビらないし、可愛い。お水あげて、パンをねちょっとだけあげたんですけど、もうめっちゃ可愛い、癒される。そしてこの大自然の中で美味しいご飯食べて、猫ちゃんもいてね、あっこい猫ちゃんいるでしょ。ここなんか滝から草むらに行ってはバーンってなんか虫かなんか見つけてるのか、パンって言って捕まえて食べるような行動をしてて、なんか野生の猫ちゃんかな、この森でそうやって生きてるのかな。そうやって生きててんねんたらいいけど、なんかこの森3匹ぐらい見たんで、猫この森でちゃんと生きてんのか。お店もあるんで、お店のおばちゃんとかがちゃんと餌あげてんのかわかんないですけど、あげてんのかな。なんかめっちゃ気になる。大丈夫やね、ちゃんと元気そうに生きてるんやったら。めっちゃ気になる。にゃん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 。ふふふ、靴を入れる猫ちゃん。私があげた水全然飲まないんですけど、もう喉乾いてないかな。今なんかバッタかな、バッタを狙いに猫ちゃんが飛んでいったけど、虫食べていってるんかな。まあでも虫で生きれてんやったらいいけど、なんかかわいそう。ちょっとだけパンあげたんですけどね、虫パン。常連さんやと思うんですよね、あの黒の池の釣りの常連さん、釣り場の。ここら辺4匹ぐらいおるって言ってて、あ、見ました、何匹かって言ってて、白い猫ちゃんもさっき言いましたったら、あの白い猫は最近来たんやみたいな言ってたから、最近来たってどういうことですかって言ってたら、誰かが連れてきて置いて帰るんやろみたいな感じで言ってて、捨て猫ですかって言って、そうやろうみたいな感じで、私なんかこの山で生まれ野生で生きてる猫ちゃんかと思ったから、野生で生きてる猫ちゃんじゃなかったんだ。まあでもあそこね、なんか売店もあるし、クロンド荘っていう民宿もあって、あの釣りのおっちゃんたちが常連さんっぽいから、まあ、何かしら餌とかもらってると思うんですけど、あと虫捕まえて食べてたっぽいから、そう、山に掘るなんてかわいそう。めっちゃ癒されるし、猫もいるし。また来ます。